どうも皆さんこんにちは、ぎょうぎょうです。今回はですね、皆さんやっぱりタウンホール9ぐらいになって、バルガゴへね、黒バルが手に入るのでバルガゴやりたいっていう方非常に多いと思うんですけれど もうバルガゴで援軍処理をしないとどうなるか、そのですね、もう非常に分かりやすいリプレイがありますので、そちらを失敗例ですね、要は、紹介していきたいと思います。早速見ていきましょう。はい、これはまあ一応失敗例なので、ユーザー名、攻めた方のですね、名前は名誉のために、隠し伏せておきましょう。はい、そうですね、この方はまあ普通に一般的な感じでバルーンで、援軍を釣るという感じですね。これ2体ですけれども、ちょっと少ないかなと思いますね。やはりここでちょっとまだ釣りきれてないっていう不安が残るので、やはりバルーンっていうのはバルーンで援軍を釣る際は3体ぐらいはやっぱ、やった方がいいかなと思いますね。やはり確実に釣り出すためにも、はい、そして普通にやっていくんですけれども、ここで、もう絶対にしちゃいけないということでしょうね。多分ライトニングをバルガゴで持っていくのは絶対にやめた方がいいですね。やはりダウンホール9でその黒バルが使えるので、援軍ではなくてその呪文も4つ持っているということで、呪文はやはりレイジ3つのヒーリング1つがやっぱいいんじゃないでしょうかね。はい、普通のライトニングですとウィザードは釣り殺せきれないんですよね。はい、はい、もうこの方はもうもっとね釣ればよかったんですけれども、まだこの方はね知らなかったんでしょうね。はい、普通にバルーンを投入していきますと。バルーンの出し方はいいのかなという感じですね。はい、ここでアーチャータワーもターゲットを取ってしまうと結構その楽かなとは思うんですけれども、いいと思います。はい、ここにこれだけのバルーンがいるのにもかかわらず、こちらのウィザードがですね、もうはいと瞬く間に表現合ってるのか分かりませんけれども、やばいですね。はいという感じですね。はい、そして後ろから刺そうとしたんですけれども、援軍の力やばいですね本当に。これをね見て、このねリプレイを見た方で援軍処理はやばいなと思ってくれたら幸いで、援軍処理ねしないと本当やばいことになるんだなと思ってもらえば幸いでございます。あとは星1を頑張って取りに行くっていう感じで、星1は取れたんですけれども、いやーバルガゴでやはりね、このことは、ホグラッシュにも同じことが言えるんですね。ホグライダーもその援軍を攻撃することがないので、例えば5ワイプとか5ウィービーでしたら、ウィザードが援軍を攻撃してくれたりしますけれども、こちらのこのバルーンであったりホグラッシュっていうのは、そのユニット自体がもう援軍を攻撃対象としないので、もうこれは本当に、援軍処理確実にしていただきたいと思います。ということで、こんな感じに皆さんならないように、ぜひとも援軍処理を忘れずに。ご視聴ありがとうございました。